今回は人気投票ガチャを引いていこうと思います。で、多分、今年最後の構えるチャンスだと思うんですよね。その、火属性の普通のレッドスターズの 0.4% で構えるなんて引きたくないんで、構える狙いで引きたくないんで、だからここで、多分引くぐらいしか引くチャンスってないと思うんですよ。なんで、今回はそれやっていこうと思います。まあ、これは、はい。で、結局中間発表は見たけど、最終結果って見たんですね。そのね、ここにメタトロンがいないのは知ってるんですよ。で、はい。メタトロンは、多分この辺にいるのかな？で、これはこうでしょ？いや、いいっす。で、ここは、いや、いいっす。で、ここは、あ、ジュズマル。いやー、ジュズマルもね、実は持ってないから、一応ここで、しかも、もののけ少女、やべ、ここに割と魅力を感じる。未所持限定のもんね、正直引きたくないから、属性限なんて、属性限定、限定狙いで。で、構える組がここ。だグローリオサも持ってないけど、まあ、グローリオサは使ってみた感じ別にいらないから、オッケー。あ、で、ブラックリリーと幕末もいいのか。あ、そうだ、幕末リダレクションって、台湾版だと1位だったんですよね。いや、なんか幕末リダレクション謎の人気があるんですよ。いや、ここは、いや、これでいきます。いや、ふざけてんのって思ってる。いや、違うんですよ。私ね、ちょっとビナーを、いや、メインはもうカマエルいるから、どこだったっけ？カマエルね、この端末だけ3体いるから、そんなにこの端末ではカマエル欲しくないです。だから、ここで、ちょっとビナーを集めて、その、ビナーがいつか重心化した時に、その、何？多分みんな手のひら返すのですね。ビナーが重心化しても追放したお前らにはもう遅いみたいな。そういう追放系ナロー小説みたいな感じの出来事が起こると思うんですよ。だから、ここでね、運極引いて、私は、いや、ビナーを実は求めてたんですよっていうのをやっていこうと思います。だからここではちょっとそれでいきます。台湾版だと、1位から20位は、あれだったんですよね。ちゃんとメタトロンとサンダルホンがいたんですよ。ほい。いや、正直あっちの方が行きたい。で、ここで確定室って出んのかな？いや、頼む！ 20 分の1！ ここで20分の1ビナー引いて、ラック50、折り返し地点まで行きます。はい。あ、ちなみにここで普通の星5も、うおお、来い！ビナー！あー、小町さん。割とつか、超絶当たりやんけ。やべえ。変なところで運を使った気がする。で、ワクワクの実は？あー、まあいいっす、これは。まあ、家族名は割と使うかもしれないね。いや、でも、小町は確か何体いたっけ？まあ、小町の体数はせいけど。いや、でも、ここでアルセーヌ引くという、変なところで運使った気がすんな。じゃあ、サブキ行きます。よし、じゃあ、サブキ行きます。で、この端末だけ、カマエル一体も持ってないですね。だから一番カマエル欲しい。なんで、カマエル、カエル、なんで、カエルの方々、今回は準備しました。なんで、今回これが一番カメル欲しいんですよ。だってカメル持ってないからね、ここだけは、ちょっとさっきは、いや、ふざけてこっち引いてんじゃねえよ、みたいなことね、思った方もいるかもしれないけど、こっちは、真面目にちゃんとトップ20引きます。っていうか多分これで、いやーさ、だけはマジで出てほしくない。で、止まったら、もうほぼほぼカメル確定なんで、ここ、カメルいないんで。だから、その一番最後で止まればカメル確定で、あとは、まあ別にアムリタとかも全然いたらいいし、で、キスキルも1体しかいないからその辺も全然出ていいね。じゃあこれいきます。はい。そういえば新限定演出で、新確定演出か。なんかここをポチポチ押した時に、グッジョブの音鳴るのと結構派手になるのあるみたいね。はい。いや、これでアーサー出たら最悪よ。いや、もういるのと、いやでも多分強くはなると思うんだけど、本当に先行投資みたいな感じね。はい。はい。お！いえ！いや、いや、おぶね、ギリギリなセーフ。なんとかキスキルは1体だけだから、ここで2体目確保できるのはすげえ気がする。やべえ、なんか変な運の使い方して、もう本当に求めてるものができない。いや、これはちょっと待って。なんかすごい無駄に運を発揮してる。いや、でもこれは、あれだからね、私、プレイバックガチャで、ちょっとあんまりいい結果にならなかったのと、まあ、とりあえず次に行きましょう。はい。まあ、これはもう温かい目で見られるから、オッケー。で、ヒミコはいいかな？おお！あと、爆裂感謝ガチャも、もうめちゃくちゃ泣いたもんね。ガチ泣き。だから、まあ、ここでいい結果に多分帰り盲上にしちゃえるでしょ。じゃあ次行きます。で、この端末は構える1体なんですよね。で、構える、まあ、持ってるけど、もっと身を分けた使い方したいんですよ。照明、平明、構えるとか、なんかそういういろいろ、ちょっとやっておきたいんですよね。で、あと、最近なんか馬娘でもマンハッタンカフェ引けたんで、あ、そうだ。あとこの端末、バサラもアムリタもいねえんだ。だから、26のがちょっと苦労してるので、だからここで、アムリタ出てもいい。で、アナスタシアも出たら、厳選用に使える。で、カマエル出たら最高。で、バサラ持ってないから出たらラッキー。で、マルタも、あ、持ってねえんだ。
でもこれこれであとザドキエルも1体だしアポロ X も1体ね。まあ、この辺は他は別にまあ見なくていいや。はい、じゃあこっち行きます。ビナーは15いらねえや。はい、なんで、まあ、これもやっぱトップ1ね。はい、1回ぐらいこれで確定演出出るかどうか見たいんだけどな。今のところ限定出てるけど演出ないから、はい、絶対演出出ない。あ、出た。いや頼む、来てくれ。あ、ウマ娘でもマンハッタンカフェ引けたから多分今の私は来てる。何？いやね、入ってたっけベルダンディ。こう、あー、ダメだ。おお、いや来たー、これ遊撃。いやー、まあ、これぐらいはまあしょうがないんで、これ遊撃だったら最高だったけど、まあでも構える。やっと消えた。いやさっきも言ったように属性源は本当に引きたくなかったんで、ここで出すしかなかったんですよね。やっと、やっと爆絶感謝ガチャだよ。プレイバックガチャでも出なかったから、いや、そんな出てくる。よし、じゃあラスト引きます。で、これも構える1体なんで、多分もう1体ぐらい構える引けると、もう十分なのかな。一応身を分けるという意味でも。だから、まあ、これも確かアムリタ持ってなかったはずなんですよね。そうね、持ってない。まあ、トゥーホールも出たら持ってないし、で、キスキレリラも持ってないから OK。あとは、割とやっぱこの端末あんまり、やっぱその、属性源とかは全然引いてないんで、そういうのは持ってない、そんなに数いないから、引けるといいのかな。まあ、あとはこの辺も今、うわ、ベルダンディどこでいいんだと思ったら、こんな、下の方にいたのね。じゃあ今回は、これ引いて、終わろうと思います。いやでも今んとこ来てるから、逆にここで構える2体とか。いやもう、いやダメだ、今回はもう、スモーカー大好きなあれだもん。もう、妻で、お前の運、俺のズボンが食っちまったみたいな。はい。あー、ダメね。いやでもこれでアーサー、ほい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 。あ、やべ、これ何も出ないかもしれない。うお、ほっ。いや、ほどよ。なんとも言えねえ、一番まで、うわ、身いらな。じゃあ最後に、ちょろっと言ってた台湾版、その幕末リザレクションが謎の1位だったんで、ちょっとこっちも気になったから、パパと聞くの。いや、これサンダルフォンとメタトロンが入ってんの、本当に羨ましいな。で、まあ、こんな感じの結果ね。まあ、多分そんなに変わり映えしないのかな、日本と台湾も。なぜかアーサーも、台湾版でもちゃんと人気なんだね。で、あとこれ引いて、じゃあパパッと4端末分。そんな1回1回気合い入れない台湾版だから。じゃあこれ引いて終わろうと思います。ほい。ただちょっと、お！あ、これ左が多分ね、発芸。で、真ん中のこの2端末目が多分確定通知なのかな。だから、謎の、ちょっと、まあ、これいろんなところで止まるから。止まっても関係ないよ、ほら。適当にただ、引きたい時に引いてる、おー、小鉢ね。引きたい時に引いてるアカウントなんで、ガチャ欲発散用の。はい。お、謎の小町チーム。で、これね。いや、でも、通知演出も2種類あるんですよね。確定を通知するやつと、祝福通知するやつ。で、あと、その、祝福通知でも、多分昔と今で仕様違うんじゃないのかなっていうのをちょっと思ってるんですよね。これ最後かな、アルセーヌ。多分昔だとただの確定だったけど、いつかわかんないけど、どっかのタイミングで発言確定になった気がする。今のとこ、6分の6ぐらいで発言なんで、おい。で、最後、ウリエルか。こっちは、これが最後、キスキリラかな。でも、こう見ると、意外とアーサーはやっぱ出にくいね。まあ、20分の1だからそうなんですけど。あー、はい、こんな感じね。やっぱアーサー意外と出ないな。思ったよりも、そのアーサールシア出たら嫌って言ってる人もいたけど、やっぱ20分の2で10分の1なんで、そんなに8端末分引いたようなもんだけど、出なかったね。まあ、こんな感じかな。はい。なんで、まあ、皆さんどうでしたかっていうことで、はい、ごきげんよう。